メガリージョン構想とか、大阪、大大阪構想とか、こんなのもね、もう何十年も同じことみんな言ってるから、こんなのもあるんです、もう。リニアを引っ張ってくるとか、高速道路の整備とか、北陸新幹線とか、こんなのもう誰もが言ってること。で、それを実現する行政組織をどうするのかっていうところが最大の問題点であって、で、これをね、大阪都構想議論しますかっていうことを持ち出した中で、大阪会議や総合区っていうものがきちっとこれ進むんであれば、僕はもうそれいいと思いますけど、から今回はだから彼らは自民党は総合区だ大阪会議だってことを言ってたわけだから、だからそれをちゃんと住民の皆さんに示して問う責任が出るでしょってことです。だから僕らはそれを引き出させるためにも大阪都構想の議論をして続けていきますかと、いいですか悪いですかっていうことをここで問うんじゃなくてね、もう今ここでまた大阪都構想賛成ですか反対ですかと、これはアウトですよ。これは住民投票この間やったばっかりなんで、だから大阪都構想という議論続けますかと、要は相手方がね、大阪会議とか大阪都総合区の話を出してこないんだったら、やっぱりこれ続けますかと、いやいや、そしたら自民党の方がもうそんなもん続け、大阪都構想の議論なんかいらないよと、こんだけ立派な総合区案がありますよ、こんだけ立派な二重行政解消の大阪会議の案がありますよ、もう大阪都構想の議論必要ありませんってことを言ってくれて、でそこで住民の皆さんが選択すれば、これで決着つくんじゃないですかね。だから自民党、公明党、共産党なんかがね、もうその話から逃げちゃって、メガリージョン構想とか、まあそんな話になるわけです。あんな言ってること同じじゃないですか、リニアモーターから引っ張ってくるとか、北陸新幹線引っ張ってくるとかね。フジテレビなんか何考えてるんだか知りませんけど、あれ自民党が発表してメガリージョン構想ってあんな全国ニュースで流して、もうどんなもんかと思って資料取り寄せたら、こんなペライチの栄養の紙1枚じゃないですか、しょうもないあんだね。で、あれを今度の選挙の争点にするなんて有権者バカにしてますよ。あんなのはもうほぼ一緒、自民党と考え方一緒です。リニアを持ってくるとか、北陸新幹線とか高速道路を整備していくなんて、こんな一緒なんですよ。じゃあそれを実現する方法として、総合区大阪会議で彼らをやっていくって言ったんだから、しっかりそれ示してもらって、これがあるから大阪都構想の議論はもういらないってことをね、しっかり言ってもらいたいんです。だからそれは岡田さんのように、この間の住民投票でね、大阪都構想が否決されたから総合区ってわけではないですよ、それはね。ただそういう議論がある中で彼らがその対案として示したんだったら、今回の選挙でしっかりそれをもう一度示すべきだと思いますよ。選挙の争点は大阪維新の会と、まあ、それ以外がもし出るのであれば、そこの対立というのは、その論点というのはよく分かりました。でもね、はい、大阪都構想の議論をしていきますよってことは、こっち側がもし言わなかったら、彼らはメガリージョン構想で逃げるわけです。だって言わなくていいんですもん。こっちが大阪都構想の議論を続けますよってことを言わなければ、総合区の話とか大阪会議の話、今の奥田さんのロジックと同じようにね、もう住民投票では都構想否決されたと、で別に総合区とか大阪会議は選択されたわけでもないと、だからもうここはもううやむやにしちゃって、メガリージョン構想って話にもなりうるんで、もう一回大阪都構想の議論を継続していきますかっていう問題設定をすれば、向こうとしてはいやおうなしに総合区とか大阪会議の話を、ね、やっぱり出さざるを得なくなってくる。だから大阪維新の会としてそれを訴えるのは理解できましたけれども、橋本市長ご自身は、もうこれはラストだというふうにおっしゃってたので、ね、なんでその市長が任期中までにそれをもう一度都構想と訴えることに関しては、やっぱりそこは変説についてちゃんと説明する必要が、だって選挙があるんだからしょうがないじゃないですか。その選挙で争点をきちっと明示するのが政治家だから、それは市長がね出られるんであればそれで成立すると思うんですけど、市長は出られないというふうにおっしゃってるわけですから、それ維新の会が訴えるのは構いませんけれども、市長はやっぱりそこはいや最後だというふうにおっしゃった以上、やっぱり、いやだから大阪維新の会の代表なんですが、代表が終わればもう訴えませんよ、それは。だから最後だって言って、大阪維新の会のどっちなんですか、その、いやでも市長としてね、そのラストだというふうに言ったことについて、やっぱり変説していることについて、やっぱり説明する必要が、いや変説なんか何もしてませんよ。いやラストとおっしゃってましたから、いやだからラストと言っても、市長辞めたらもう言わないですよ、市長辞めたら。だってそれはもう市長やめ、いやいや住民投票で最後だというふうにおっしゃってましたよ。まあ、大阪維新の会の代表をやってる以上、それは仕事を全うしなきゃいけないんだ。だからちゃんと選挙を成立させなきゃいけないんで、相手方に総合区とか大阪会議の案をしっかり出させるっていうのも、これは政治家の役割なんですから。はい、まあ、一部ではもう、はい、OK、ありがとうございます。